えい、ー。どうもー本日は家ですご <laughs> ア愛のピンステシャレンのやつご視聴いただきまして、ありがとうございます愛のユーチューバーアイプープですシャルツー <laughs> っていうことでね、プーさんなんか高いところにいますけど、おい、クスカリバーがないんじゃないか。まぁちょっと、いいや、今日は。ってことでですね、あのー、まああの <laughs>、コント溢れる2013、23年でしょうね。あのー、ね、 今年の1月27日にね、ゴール行こうだとかなんか言って、ああ、こんなん絶対阻止してやろうとかって言ってね、すげえメラメラ燃えてね、あのー、もう、がむしゃらに頑張ったんですけどね。あのー、ね、あの腰の通院のなんかね、 にいる、ね、お姉さんがね、いなくなって新しい人が来て、ね、とか、やっぱさ、新しい出会いとかあったりさ、まあそういうので4月1日でさ、ギブしてさ、まあその後ね、ムンネートさん <laughs>、と、出会って、YouTube めちゃくちゃになってたけどね、あの、めちゃくちゃって失礼ですね。見てくれてると思うんで。ね、あの、まああんま配信、あの、動画とか載せれんかったけど、まあなんとか、まあ1年終わりましたと。 でね、やっぱ、あの、すごかったな。<laughs> とにかくさ、なんか200いくらだったのにさ、あの、600よ。<laughs> あの、400ぐらいふ増やしましたよねって。いやー、ほんと、す、すごいなって。まあちょっと、最近は、あんまやれてないけどさ、今日あ、案件さんね、からね、連絡いただいてね、釣り行きましたって。やっぱみんな待ってくれてんだよって。 ごめん、ちょっと今日はさ、ちょっとこれからなんかムンネトさんさ、なんか配信するっていうからちょっといけないんだけど、あの、2日とか3日とかね、あの、配信できたらいいなって、もう配信でてか、ライブ配信ね、できたらいいなーって思ってます。でですね、うーんー、ちょっと1月っていうか今働いてる仕事がクッソそ偉いから、ちょっとあんま動画載せれんかもしれんけど、ね、あの、ちょっと俺を言いたい。 あ皆さんね、本当はありがとうございます。今年ね、ちょっとすげえ、あの、爆心した時期に出会った人もいたけど、もう特にちょっとお礼言いたい、ね、あの、視聴者さん、ね、ちょっとね、名前、あげさせてもらいたいな,なと思います。まず、ね、竹さん竹さんね、あのー、僕とお同じようにムンニードさんの応援していただき、本当はありがとうございました。もう竹さんがね、ずっとっ つくそってくれてるね。たけさん、こんな優しい人だったのかと。でえいう思いがありました。あとね、たけさんとね、あの、東京行って、千葉テレビのね、あの、テレビ出ました。その時にね、たけさんと会ってね、ああ、なんかちょっといい思い出になる一日です。あの、一年だったなたけさんに初めて会ったし。で、次、れいくん。れ、ね、いくんもね、なんかみくちゃん結構来てくれてさーい。 お、アイプップ、おめえとかってね、結構、葉山さんのね、枠とかも、ちょっと、たぶん、行ってくれって言って、え <laughs>、いいよ、とかって言って、行ってくれたし、ね。いや、ありがとう。あの、ね、レイ君、受験頑張ってね、マジで。あとさ、ムンネットさんがさ、その、オフ会するときさ、いや、君、来てよ、マジで。いや、もう、僕のさ、もう、確かに、高くんっていうね、ミクチャーで今、仲良くしてる弟もいるけど、いや、もう、YouTube での弟分はもう、間違いなくお前な、 あと、ヤクポカイさんね。ヤクポカイさんもね、あの、ちょこちょこ来てくれて、本当にありがとう。んと、まあ、あといい、ね、あの、なんだっけ、あの、ピーナッツさんとかね、トヨタさんとかね、あとミコさんとか、ね、あの、あの人、猫折さんとか、ね、トンビさんともね、仲直りしたし、ね、あの、ハトポッポさんとか、ね、今ちょっと名前あげなくてお、お、俺はどうしたとかっていう人いたらん、ね、で、 ちょっとごめん。でも、ちょっと来年は、もうやっぱミクチャーちょっとほんと控えてさ、ちょっとミクチャーでさ、なんか、なんか楽しいなとかさ、なんか、仲いい人が結構できちゃってさ、まあ一番名前出していいのかどうかわかんないけど、フクロウさんっていうね、すげえなんかいい人がいて、ね、 もう、なんか、43のおじさんだけど、もうなんか、めちゃくちゃ好きでさ、なんか、ね、あの、その、メキチャーって投げ銭の世界だけど、もうそういうのもういいから、喋って楽しいもうえっていう人がいてさ、う僕ね、あの、おじぎなんて言っちゃってる人がいるんだけど、なんかさ、そういう人、いい人はいい人でさ、離れられなくなっちゃってさ、でもなんかね、やっぱ、でもみんなのことも大事にしてなきゃって、案件さんに今日さ、やっぱ、 ね、連絡いただいてよかったなって。でね、あの、この人っていう人、ね、動画見ててくれたらいいなって思うんだけど、もう離れてると思うんだけど、ね、おじさん。ね、あの、僕ちょっとビクジャーでお金ボロボロになっちゃったんだけど、ね、あの、その、さ、お金がなくなる前とさ、その、なんて言うんだろう。なんか、さ、なんか、なんかそのお金があった時、今日ね、例えばさ、年末でさ、 あの、まあ、寿司を食おうか、毎年寿司食ってんだけどさ、今日寿司食えんくてさ、うん、でもさ、あの、おっさんがこうやって誘ってくれたとき、ああ、あの時はまだお金あったんだな、とかっていう、すごい思えんのよ。あの後からね、ちょっとドドドドばーンって言っちゃったけどさ、って。でも、ね、僕はなんか、んまあ、もう後悔はしてない。で、ムネットさんのね、やっぱ応援してさ、なんか、ムンネット親衛隊、 ねえ、三3番隊からやっていいですかとかって言って、さ、あの、3番隊だったけどさ、1番隊語らせてもらってさ、首になって、1番隊首になってさ、2番隊も首になってさ、あの、でも、僕はさ、あの、3番隊やれないから、0番隊っていうのをやってんだけど、ねやっぱ、ムネットさんのためにね、やっぱいろいろ頑張れて嬉しいなって、ちょっと思ってるんけど まあちょっとね、やっぱさ、さあちょっと今日、昨日かな、おとといかショート動画載せたら、ね、なんか、触って、結構いい線いっちゃっ、んじゃないあの、チャンネル登録ちょっと増えてるような気しちゃうんでね、まあ、ちょっと頑張んなきゃなーって、ね、案件さんから連絡いただいたのも、多分2日前か昨日か載せたい動画があって、あぁ見てくれたんだなぁって思うんで、ね、ちょっとね、頑張っていきたいなと思います。で、で,ですね、明日、まぁ、あ、ちょっと、あの、 筋トレプロテインがね、もうすげえ、たまになってたくさんあるからさ、まあ、ちょっとやっぱやっていかなきゃなって、まずやっぱさ、デッキルできないじゃない、やるかやらんかで、<laughs> あの、会社の人で言われちゃった。YouTube よく見てるっていうから、あーこれ見てるのかなって。で、申し訳ないですけど、あの、やっぱやろうって。で、できるできないじゃない、で,き,できないじゃんやるんだって言ってくれたんで、ね、やろうって思いますね。あとね、まあ今年3時間。 この動画で、ね、まあ悪いけど編集はしません。ですからね、あのミクチャーでね、なんか例えばさ、あの、な、最近いただいたやつ、あ、なんかリブジン走ってくるっていう時にさ、えー、なんか横から来て、何ににーっていうやつ、ドリフトカッツーのーとかっていうさ、あの、これどうやって使うんだったっけとかさ、ね。 なんだマサおのネタなんですけどね。あの、犬丸。だから、言ったじゃないですかどドッどってッテだからさ、こういうのさ、なんか、ミキチャーでアイテムいただいた時のさ、リアクションができないから、やっぱ YouTube のちゃんとネタを、あの、逆輸入してるんで、しっかりやれたらなって思う。俺さ、ムンネイトさん、なんか見るって言うからさ、ドキドキするな。あのね、あのムンネートさんに一つ言いたい。 もうあんま気にしないでください。お金が。アイプーさんがすげえお金なくなっちゃって、私たちが。もうあんま気にしないでください。あのねあ。あなたたちにね、毎日笑顔をいただいてるから。ね、あの、まあ、って感じになっちゃったんだけど、あの、気、あね、って感じです。あの、何やりたいんだよ。ござこます。これからね、鍋食って、ね、なんか今日は配信するらしいんで楽しみにしてます。ということで、この動画ちょっと編集し、し、しないです。あの、やる気ないから。 あの、もう、YouTube もさ、まあ、編集はする、ショート動画も、普通の動画も編集する。でも、ちょっとさ、ビクチャーと同じ感じさあ、あんまやる気なくてさ、肩の力を下ろしてやろうって、ことでね、もう皆さん、来年からもよろしくお願いします。っていうことで、いつものやつやってしみたいなと思います。ね。えっと、じゃあ、いきますよ、みんな。あー、シェルせイシャツね、おっさん、マジで連絡くれいや、もう、ほんとごめん、おっさんにはマジで。 ってことでご視聴いただきまして、ありがとうございました。ほんとすいません。ね、プロレスは見たい。